これファン向けになってるのはちゃんとこの光源氏のメンバーね、こちら7人の中から1人自分の推しを選べて、その人と一緒にローラースケート探せるんですよ。ワクワクしていいなと思うんですけど、そう、全てのそのこの方たち本人たちの喋り方が、まあアドベンチャーゲームなんで聞くとか調べるとかコマンドがあるんですけど、それをやるにつってもう本人たちは聞いてみれば調べてみればってなんか一言なんですよ、全部全部回答が。なるほど、その口調とかまでは。そうなんですよ、真似してくれてないんですよっていうのもありつつ、だこういうのがあなんかつまらないっていうか、はい、あんましセールス的にはなくて埋もれてるけど、うん、そういう中になんかこうキラリと光るもんがあるんですよ、これ全てに。